ここで大事なのが、ハーランドがニアからファーに移動しているということです。ファーに移動することでディフェンダーの死角に入れますし、シュートの難易度が下がります。またパスに合わせる時間が増えます。結局ですね、このファーからニアに飛び込んで、ゴールを決めるわけなんですが、ファーにいればですね、ニアにも、合わせることができます。ファーにも合わせることができます。逆にニアにいるとファーへのボールというのは合わせることができません。ディフェンスの死角に入れるというところですが、ゴメスの死角から飛び込んでゴールを決めることができます。そしてハーランドの特徴はこのスプリント能力、スピードです。ゴメスよりもですね、速いスピードでボールに合わせることができます。ハーランドの特徴として体の大きさ、足の長さというのがあります。何度も目にしてますが、ディフェンダーよりも足が長いので先にボールが届きますし、普通の選手では届かないボールにも届く、シンプルに思えますが非常に大きな武器です。センターバックがドリブルで侵入する利点としては、常に前向きでボールを運べるということです。もう一つは常にパスを出せる状態があるということです。横からのボールをダイレクトでシュートを打つというのは意外に難しいんですが、しっかりとボールを見るということが大切です。また蹴り足重心でボールを捉える、着地は蹴り足になります。マフレーズから素晴らしいプレーが生まれました。まずタッチ前から整体して、縦横どちらにも行ける状態を作ります。ワンタッチ目が1歩目と、そして2歩目は右足首を固定して反発をもらいながら2歩目となっています。3歩目、すでに右腕を内側から回してシュートの準備をしています。そして4歩目で踏み込んでいます。そして5歩目でシュートを打つと、一切無駄のない素晴らしいシュートまでの流れからファー巻きで完璧なシュートとなっています。こちらもですね、ヌネスとサラーのスプリントも素晴らしいんですが、サラーは先ほどのハーランドと同じですよね、ニアからファーに移動しています。そうすることによってディフェンスの死角に入れます。そしてシュートの角度が広がることによって難易度を下げれると、またパスに合わせる時間が増えます。このシーンですね、完全に明けの資格を取ってます。結局ファーから、ニアで合わせた形というところですが、ファーに構えるという重要性を、このゴールも示してます。この最後の得点シーンに関してもファーというのがポイントになります。今アケがファーから走り込んでいますが、リバプールの選手の全員の資格に入っています。さらにクロスに合わせる時間というのを多く確保できます。そしてシュートの難易度も角度的に簡単になると。そしてこのデブライネのクロス、美しいんですが、完全な蹴り足重心になっています。着地が完全な蹴り足になっていて、ボールへのパワーというのを体重によって伝えています。したがって筋肉でパワーを伝えるという作業が、負担が減ります。その分筋肉はコントロール、繊細なコントロールを生み出すことに集中できると、こういったところがデブライネの、美しいクロス、高精度のクロスというのを生み出す一つの要因になっています。以上ですね、シティ・リバプールの解説だったんですが、この試合、お互いハイラインでですね、やはりサッカーというのは、ラインをブレイクすることが非常に重要だなと、ディフェンスラインをブレイクすれば決定的なチャンスになりやすいですし、その価値というのはワイドよりも中央の方が価値が高い、そして難易度も上がります。お互いハイラインですと当然ディフェンスラインのブレイクというのは発生しやすい、そこでですね、生きてくるのがハーランドの裏抜けだったり、ヌネスやサラーの裏抜け、スピード、またですね、ドリブル突破、また
ディフェンスラインをブレイクしなくても、マフレズのように、クイックシュートですね、こういったところが、重要なポイントになってくるとさせられました。改めて認識、このような動画を作ってまいりますので、今後ともご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。